てみてですかね。岡崎事務局長が14番を引いたばっかりに。乾杯。乾杯。2023年4月の18日になりました。本日は告示日でございます。ほらほらどうも、会沢町議候補でございます。いよいよ告示日となりました。しっかりと頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、どうもご苦労様でございます。どうも事務所でございます。あ、和也君どうもお疲れ様でございます。あ、どうも奥様どうも。素晴らしい天気でね、最高の、ね、第一声が聞けるかなと思います。よろしくお願いします。あ、酒井さんどうも。酒井さんといえばね、うちのお孫ちゃんがカレンダーが大好きで、多くの皆様が、あ、おはようございます、続々と集まっております。まずは梶沢町議候補の玉串法典でございます。皆さんで玉串法典をいたしました。たすきかけの儀でございます。奥様から梶沢候補にたすきがかけられます。はい、ということで無事にたすきがかけられました。必勝祈願してだるまに目を入れております。ああ、いいですね。綺麗です、綺麗です。バッチリでございます。はい、だるまに目が入りました。出陣式が終了いたしました。梶沢候補頑張ってください。はい、多くの皆さんが駆けつけております。これから第一声が始まるということでございます。上日の駐車場でございます。これから候補がやってきて第一声をするということでございます。続々と集まってきておるところでございます。あ、お久しぶりです。梶沢候補のお孫ちゃんでございます。どうも。おいち何飲んでんの？お水。うちのお孫ちゃんもお水好きだよ。おじじはビール好きだけどね。はい、どうも。梶沢浩二候補の選挙カーがやってきましたよ。幹事長代行の水具くんが選挙カーを誘導しております。運転するのは和也くんでございます。この赤が目立ちますね。あ、候補が降りてきました。拍手が沸き起こっております。あ、山中さんでございます。はい、どうも。梶沢候補でございます。よろしくよろしくお願いいたします。お孫ちゃんです。どうもどうも。もうこれだけ多くの支持者の皆さんが駆けつけております。母様と握手でございます。あ、友達くんと、はい、あ、握手を交わしております。あ、伊藤農連さんが岡崎前町議と固い握手をしております。妹鈴木鉄工社長と固い握手をしております。梶沢候補、多くの皆さんの支持をいただいてですね、これから町議選が始まるわけでございます。候補の届け出期限5時になると選挙になるのかならないのかが分かるところでございます。あ、これは弟子の本田君ではございますが、弟子の本田君と固い握手をしているところでございます。若いですね。梶沢候補走っております。二歳ちゃんも走っております。あ、もうどんどん増えてきてるね。すごいです。どうもよろしくお願いします。梶沢候補と固い握手をしております。あ、梶沢候補奥さんと固い握手をしております。はい、頑張ってください。武藤本部長からご挨拶でございます。皆さんおはようございます。森本後援会長より地域を代表してご挨拶いただいております。引き続きまして梶沢浩二候補への激励の言葉を行っておりるところでございます。岡崎事務局長より激励の電報を読み上げるところでございます。梶沢候補と夫人花束贈呈でございます。はい、頑張ってください。千羽鶴の贈呈でございます。梶沢候補ご夫妻に千羽鶴が渡されます。立派なものでございます。高橋雄平隊長からご挨拶が行われております。拓也君から立派なご挨拶でございました。梶沢候補からいよいよ皆さんおはようございます。第一声でございます。本日は誠にありがとうございました。梶沢候補からの第一声でございました。強い強い決意が感じられる素晴らしい第一声でございました。多くの皆さんがね、もう本当集まっております。あ、斉藤貴もいました。梶沢候補が第一声を終えてこれから遊説に回ります。はい、頑張ってください。梶沢候補が遊説に出発いたしました。ありがとうございます。今日一日遊説に回ります。果たして選挙になるのでしょうか。頑張ってください。あ、おります。梶沢候補がおります。おります。爆笑しております。頑張ってください。みさえちゃん頑張ってください。どうも頑張ってください。どうも頑張ってください。赤ちゃん発見。うー、生まれて1ヶ月の大輝ちゃんのお孫ちゃんの1番目です。2番目です。かわいいね。ということで、目黒町議会議員の選挙ポスター定数の16人でございます。この皆さんだけだと選挙になりませんが、果たして選挙になるのでしょうか。
梶沢浩二選挙事務所でございます。本日のですね午後5時にですね届け出の締め切りになりますので、今回選挙になるかどうかというのがはっきりいたします。事務所で5時になるのを待ちたいと思います。あと11分で岡崎事務局長の方に電話が来ると思います。北海道議会議員、黒田君と大谷、現職の議員さんが来られております。みんなでどうなるのか、ちょっと事務局長の電話を待っているところです。大谷道議現職の、あ、どうもお世話になっております。梶沢浩二事務所に来ていただいております。ありがとうございます。次期の黒田道議さんも来られております。皆さんで電話が来るのを待っているというところでございます。岡崎事務局長が14番を引いたばっかりになかなか連絡が来ません。はい、いや、ちょっと村上さん来ないですよ。連絡選挙ですかね。かなぁ。中鳴ってます。中電話出てる。違う電話でした。17時18分になりましたが、事務局長連絡来ないんですけど、どうなってるんですかこれ。まだネットの更新もされておりません。岡崎くんがしびれを切らして選挙管理委員会に電話を。あ、わかりました。無投票確定しました。ただいま無競争当選が確定しましたので、当選おめでとうございますということで。おめでとうございます。道議さんも一緒に聞いてくれました。遠いところありがとうございました。頑張ってください。どうもありがとうございました。大谷道議どうも本当に長い間お世話になりました。ありがとうございました。どうも。大谷道議さん、黒田次期道議さんがわざわざ当選のお祝いに駆けつけてくれました。ありがとうございました。どうも。お孫ちゃんたちおめでとう。大騒ぎでございます。梶沢道議のお孫ちゃんで大喜びでございます。おじいちゃん来るよ。おめでとうございます。おめでとうございます。梶沢町議候補が梶沢町議になって戻ってきました。おかえりなさい。おめでとうございます。多くの皆さんが上見の駐車場でお迎えをしております。おめでとうございます。おじいちゃんおめでとう。おめでとう。おめでとう。梶沢町議がお孫ちゃんと一緒に駆けつけた皆さんと握手をしております。遊説隊長の拓也君からご挨拶があります。梶沢候補、奥さんと共に戻ってまいりました。武藤選対部長よりご挨拶がございます。3期目の当選となりました。梶沢浩二さんに一言いただきたいと思います。しっかりと皆さんの思いを背中に背負ってこの4年間頑張ってまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました、はい、梶沢候補からの町議になったことに対しましてのご挨拶でございました。おめでとうございます。梶沢候補の打ち上げ無事終了です。お疲れ様でございました。一日だけの遊説隊でございましたが、大変お疲れ様でございます。お孫ちゃんに囲まれた梶沢町議でございます。温かい家族に囲まれた梶沢町議の誕生でございます。事務所に戻ってまいりました。梶沢町議が戻ってまいりました。タスキ外しの儀でございます。梶沢町議から三沢夫人がタスキを外しました。はい、おめでとうございます。だるまの V 入れが行われます。あ、ここに V を書くんですね。梶沢候補の V が書かれております。 V3 ですか。仮面ライダーですね。ありがとうございます。後援会長の森本さんから万歳三唱が行われます。万歳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 三唱が行われました。花束が贈呈されます。お孫ちゃんが見てます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。選対法部長からご挨拶がございます。梶沢浩二君当選おめでとうございます。本当にこの1日が5日間に値するようなそんな活動ができたのかなと、お礼の言葉とさせていただきたいと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました。はい、梶沢議員からのご挨拶でございました。おめでとうございます。土屋幹事長より乾杯の温度でございます。梶沢浩二君3期目当選おめでとうございます。乾杯。おめでとうございます。いやー、うまいわ。ノンアルビール。最近ね、ノンアルで酔っ払えるの。お孫ちゃんイエー。あら、泣いてます。純也が泣いてまちゅー。おじいちゃんおめでとうって。幹事長本当お疲れ様でした。どうもね。岡崎事務局長お疲れ様でございます。お孫ちゃん帰っちゃうの。帰っちゃうんですか。どこの幼稚園行ってんですか。目室幼稚園。わお、都会。あ、うちの選対本部長むっちゃマメ。リングプル外してます。ちゃんと分別しましょうのお手本のような選対本部長でございます。9時過ぎましたんで皆さん帰られます。 YouTuber も帰るかな。今回はおめでとうございました。かわいいお孫ちゃんたちがいっぱい大勢。今日もね、夜もう大騒ぎでした。本当におめでとうございました。これから頑張ってください。はい、無事長期になりました。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。はい、おめでとうございます。頑張ってください。梶沢町議どうも。
孫ちゃんです。純一くんだよ、どうもどうも。つぐくんだよ、どうもどうも。はい、土屋のたかちゃんです。森本公園会長だよ、どうもどうも。はい、岡崎事務局長です。杉森照一君だよ、どうも。梶沢候補です、どうもどうも。どうもどうも、お孫ちゃんと梶沢候補の対面です。どうも、頑張ってください。頑張れ。元気ですか？本当にそっくり、ともちゃんと。そっくりだって、お孫ちゃん。お孫ちゃんと梶沢候補の、はい、初対面です。はい、頑張れ。どうも、バイバイ。